トマス・ハドソンによる、肖像画。第5代ダンフリーズ伯爵及び第4代ステア、伯爵ウィリアム・ダルリンプル・クライトンは、イギリス陸軍の軍人、スコットランド貴族。ウィリアム・ダルリンプルと第4代ダンフリーズ女、伯爵ペネロープ・クライトンの息子として生まれた。1721年から1747年まで、イギリス陸軍に従軍。 オーストリア継承戦争では1743年のデッティンゲンの戦いで父方の叔父にあたる第二代スター伯爵ジョンダル・リンプルの副官を務めた。また、1742年3月6日に母が死去するとダンフリーズ伯爵位を継承した。スコットランド世襲的司法権廃止法により1747年にシェリフ・オブ・クラクマンランの世襲権が廃止されると、 2400ポンドの保証金を受け取った。1752年3月11日に、失する勲章を授与され、1760年11月13日に、弟ジェイムズが死去すると、スター伯爵位を継承した。1768年7月27日に、ダンフリーズハウスで死去。ダンフリーズ伯爵位は、姉妹、エリザベスの息子にあたるパトリック・マクドール・クライトンが、 スター伯爵位は、父方の叔父ジョージの息子、ジョンダル・リンプルが継承した。1731年4月2日、アンゴードンと結婚、一難を設けた。1762年6月19日、アンダフと再婚した。ありがとうございます。